いつもありがとうございます。今日は、日常生活で非常識な習慣作りを実践するということでお話したいと思います。毎日、健康に関する知識が洪水のように押し寄せてきていると思いませんか。テレビとかいろんなメディアでの、番組で、いろんな健康ネタが紹介されてます。ダイエットが一番多いでしょうかね。何を食べるとか、どういった運動をすればいいとか、そういったことで、提案された健康情報が多いんですけども、いろんな情報を取り入れても、実践しなければあまり意味がないですね。最近はいろんなことで、特に体調不良な人が多いんでしょうか。体調不良でない人っていうのは少ないのかもしれません。健康者、健常者であればそういった情報もスルーして、気にもかけないような健康ネタだとは思います。で、病気になって、そのいろんなその病気の治療を始めると、いろんなことで、目にする情報がどんどん入ってきて、どれから実践していいか迷うほど、そういった、いろんな健康情報、健康知識があふれていると思います。強靭な、肉体を作る上では、健康が大事で、健康管理って叫ばれてますけども、何をするかということで、今回、ジュニアコピーライター養成講座の中でも、強靭な肉体を作るにはどうしたらいいかということで、こういったことを、宿題ということで、6つのですね、項目がありました。1つは、朝起きたらすぐに 500ml の、冷水を飲む。で、鼻うがいをする。で、セサミオイルで口をゆすぐ。で、コーヒーエネマをする。で、キムチを常食する。で、日の出の太陽を見るということです。いろんな東洋西洋の、健康、知識に基づいた、それを、簡単な状態、7つの習慣にまとめたということです。いろいろどの項目、この6つの項目も意味があるんですけども、それをこう、日々実践することで効果のあることということで紹介されています。一つ、朝起きたら 500ml の冷水を飲むということなんですけども、何にしても朝すぐにそういった水を飲むというのに、用意しなきゃいけないということがありますね。で、その用意するということも、一番は水を飲むコップというものが必要ですね。ガラスのコップが一番いいです。お気に入りのコップを見つけて使うのが、毎日習慣でして使うので、こうバカラのコップとかいろいろあるかもしれませんが、なるべくその毎日飲みたくなるようなコップがいいかもしれないですね。で、その中のその水というのも、こだわって、いろんな水素水とかいろんな水がありますけども、ミネラル水で、手頃なものが、スーパーでも売られてますので、それを用意するといいと思います。その水を用意したら、そのまま冷やすのもいいんですけども、ガラスの容器に水を入れて冷蔵庫で冷やすと、より冷えた状態になって、感じがいいなというふうには思います。で、朝起きたらすぐ飲めるように、コップをこう
出しておいて、すぐこうコップに水を入れられるような状態ってのがいいとは思います。で、その6つのうちのあとすぐできることとしては、日の出の太陽を見るということですね。日の出の太陽っていうのは、まあどうしても朝早く起きて、早起きをしなきゃいけないので、まあ自然と夜は早く寝るようになると思います。まあ早く寝なきゃダメですよね。で、早寝早起きがやっぱり大事っていうのもありますんで、この日の出の太陽を見るっていうのを、どうやって見るかというと、日の出から1時間以内に、まあ、10分間、まあ、5分から10分間ですね、こうずっと見ると。結構5分から10分っていうのは長くて、どうしても続けにくいかもしれませんけども、朝早く起きれば、今の日の出っていうのも、まあ、夏とか冬とかで違ってきますけども、まあ、夏であれば早い時間ですよね。冬であればちょっと遅くなるかもしれませんが、そういった、日の出をこう5分から10分見るっていうのも、体の体内時計をこう維持する上で、朝と昼というのがこうきちんと体内リズムで取り入れるということで大事な習慣です。今まで自分としては、朝起きたら日の出の太陽を、まあ、10秒ほど見てたんですけども、まあ、10秒見てもそんなに眩しくなかったんですが、5分10分っていうのを今後、実践してみたいと考えてます。あと、まあいくつかあるんですけども、今日はここまで紹介です。また、何かこちらで、報告できることがあったら報告していきたいというふうに思います。また次回、次回までよろしくお願いします。ありがとうございました。